モーシェ・アーロンは、イスラエルの政治家、元軍人。第十七代国防軍参謀総長。元国防大臣。1950年6月24日、建国間もないイスラエル国内のハイファ北部のキルヤとハイムにて生まれる。イキナは、モーシェ・スミランスキー。青年時代、労働シオニズム組織に入り活動していた。18歳の時に、 イスラエル国防軍のナハル不評旅団に入隊。この時から、現在の名前、ヤーロンを名乗る。1973年、第4次中東戦争に従軍。第55空挺旅団とサイエレットマトカルに、所属していた。1978年のリタニ作戦。1982年のレバノン侵攻作戦に従軍。 1995年から1998年までのアイダイスラエル参謀本部情報局局長を務めた。2002年7月9日、イスラエル国防軍参謀総長に就任2005年まで務めた。2008年に政界転身。2009年のクネセト総選挙にリクードから出馬。初当選を果たす。2013年の選挙でも当選。 2013年3月17日より、エフードバラックの公認として、国防大臣を務める。アメリカの反イスラーム的とも言われる、活動家パメラ・ゲラート・ヤーロンは、時折物議をかもす発言をすることで知られている。2002年に、大手新聞、ハーレツ氏に対し、パレスチナの脅威は切り取らなければならない岩のようなもの、と発言。2008年には、 イランとの対決なくして、中東の安定化はないと発言。2009年8月、ヤーロンは、ユダヤ人右派にとって、思い入れが深く、入植地再建論が根強いヨルダン川西岸のコメッシュを訪れる。その際に、ユダヤ人入植地問題で、入植反対を訴えるイスラエルの市民団体、ピースナウウウウイルスと呼んだ。ありがとうございます。